あれは私がまだ20代で一人暮らしをしていた時だった。サービス業で働く私は連休中はいつも以上に忙しく、ゴールデンウィークが近づくと好きで選んだ仕事とはいえ楽しそうに旅行の計画を立てる友人たちが羨ましかった。ちょうど恋人と別れたばかりで孤独を感じていたこともあって、なんだか仕事にも身が入らずつまらない毎日を過ごしていた。そういう時には必ず負の連鎖は起きるものだ。仕事帰りに家に着き、お風呂に入ろうとした時だった。突然家の給湯器が故障し、お湯が出なくなったのだ。近所に住む大家さんはすぐに駆けつけてくれたが、運悪く連休前の金曜日で、修理ができるのは6日後の連休明けだという。そんな、困ります。6日間もお風呂に入れないなんて。大家さんは謝りながら私にこう提案した。ここの角を右に曲がって、だいたい4、5分歩いたところに銭湯があるんですよ。大変申し訳ないんだけど、修理が終わるまでの間はそこを利用してもらえませんか？私はそんな近くに銭湯があることを今まで知らなかった。前から大家さんには色々と良くしてもらっていたので、これ以上困らせてはかわいそうだと思った私は、そうですか。わかりました。仕方ないですもんね。そう答えてから、生まれて初めての銭湯にドキドキしていた。私は取り急ぎ、部屋に残っていた旅行用のシャンプーセットを持ち、早速銭湯に向かうことにした。8時を少し過ぎたばかりで銭湯は賑わっていて、私が思っていたのとは違って、意外と若い女性客も多かった。入浴料を支払ってから脱衣所に行くと、並んだロッカーやカゴはとても清潔に保たれているし、ドライヤーも最新式で、自動販売機も品揃えが良く、これなら6日間毎日快適に通えそうだと思った私は、すっかり緊張もほぐれ、ウキウキしてお風呂に向かった。女風呂の中には常連らしき女性たちと、一人ポツンと湯船に浸かる小学生の女の子がいた。周りを見渡しても少女の母親らしき人はおらず、私はきっと父親と一緒に銭湯に来たのだろうと思い、それ以上は気に留めなかった。私はゆったりと湯船に浸かり、さっぱりとした気分で脱衣所に戻ると、私よりだいぶ先に上がったあの少女がまだそこにいた。少女は何やら外に出るのをためらっているように見えた。私は服を着てから少女に近づいて話しかけた。どうしたの？何かあった？少女はビクッとして私を見ると首を横に振った。ううん、大丈夫。不安そうな少女の姿を見て、私は心配になってしまった。今日はお父さんと来たの？ううん、一人で来た。こんな時間に少女が一人で銭湯に来ることがあるのだろうか。そっか、お家は近いの？うん、駅前のコンビニの近く。駅前って徒歩で10分くらいはかかる距離だ。そっか、ちょっと待っててね。私は不審に思ってすぐに番台に座る女性に話しかけた。あの、ちょっといいですか？あそこにいる女の子なんですが、ここにはよく来るんですか？一人だというので。女性はちらっと少女を見てからため息まじりに言った。そうなんですよ、いつも一人。もう1ヶ月くらいになるかしらね。突然ここに一人で来てね。いつも保護者なしで、もう外も暗くて危ないから私も気にしてるんだけど、なかなか事情も話してくれないし、私もどこまで踏み込んでいいか悩んでるところなんですよ。どうやら少女の存在はここの常連さんを含め皆が気にかけているようだった。私はどうしても少女が気になって脱衣所へ戻り話しかけた。
ねえ、よかったらお姉さんとお家の近くまで一緒に帰らない？お姉さんのお家も駅の方なんだ。どうかな？私の家から駅まではまるで逆方向だったが、こんな夜道を少女一人で帰らせるのは気が引けたのだ。少女は目を丸くしながら私を見て、うっすら微笑んだ。本当に？いいの？もちろん、お姉さんも一人で帰るの怖いんだ。少女は私の言葉を聞いて、ほっとした表情を浮かべていった。二個目の信号のところまでで大丈夫。パパが迎えに来るから。私たちの様子を見守っていた常連のおばあさんたちも、一様に安心したような優しい顔をしていた。よかったわね。帰る前にアイスでも食べるかい？風呂上がりのアイスは最高だよ。今日は特別おごるよ。少女は照れたようにお礼を言うと、嬉しそうに自動販売機のアイスを選び始めた。確かに初夏とは思えない暖かな夜だったので、私も常連さんの勧めに従ってアイスを買って食べることにした。少女は大切そうにアイスの紙をそっとめくると、おいしいと言ってアイスを食べ始めた。少女を囲む常連さんたちのまるで孫を見るかのような眼差しがほのぼのとして温かかった。少女は小学校4年生で、まなみちゃんというそうだ。アイスを食べ終えた私たちは、常連さんと番台さんに挨拶をして、そろって外に出て歩き出した。外は真っ暗だったが、空気が心地よく快適だった。銭湯を出て少し歩くと、まなみちゃんが小さな声で言った。手、つないでもいい？私は恥ずかしそうに言うまなみちゃんとそっと手をつなぎ、いろいろと話を聞かせてもらった。まなみちゃんは先月この町に引っ越してきたばかりで、ママが再婚して新しいパパと三人で暮らしているようだ。ママはお仕事だから夜はいないことが多いな。パパは仕事から帰ってまなみとご飯を食べると、すぐ病院にいるおばあちゃんのお見舞いに行っちゃうの。この町は、まなみちゃんの新しいパパの地元で、どうやら彼の母親が、銭湯近くの総合病院に入院しているようだった。まなみは小学生で面会できないし、ずっとお家で待ってるのも一人だと危ないから、パパの面会が終わるまで銭湯で温まるんだよ。どうやらまなみちゃんは、毎日途中までパパと一緒に来て、病院の近くで一旦別れてから面会時間を銭湯で過ごし、また待ち合わせして一緒に帰る。そんな日々を過ごしていたようだ。私はまだ4年生なのに、ちゃんと周りの事情を汲んで一人で時間を潰して待つけなげなまなみちゃんになんだか感動してしまった。お姉ちゃんのお家のお風呂壊れちゃったんだよね。だから、あと5日間毎日銭湯に行くことになったんだ。よかったらその間は、毎日帰りはお姉ちゃんと一緒にパパとの待ち合わせ場所まで行くことにしない？まなみちゃんは嬉しそうな顔で大きくうなずいた。少しして待ち合わせ場所に着くと、遠くから走ってくるパパに、まなみちゃんも手を振りながら駆け寄っていった。優しそうなまなみちゃんのパパに簡単に自己紹介してから、私たちは笑顔で別れた。その日から5日間、私はまなみちゃんとパパの待つ2個目の信号まで手をつないで帰った。まなみちゃんは日に日に明るくよく笑うようになって、常連さんたちのアイドルになった。私は家のお風呂の修理が終わってからも銭湯に通ったが、2週間ほどすると、まなみちゃんは銭湯に現れなくなった。翌日も、その翌日も、まなみちゃんとは会えず、私はそれからしばらく銭湯通いをやめてしまった。それから2ヶ月半が過ぎ、私の住んでいる地区の夏祭りの夜に、久しぶりにあの銭湯に行ってみることにした。
あら、久しぶりじゃない。全然来ないから寂しかったわ。バンダイさんと常連さんから熱い歓迎を受けた私は、久々の温かい雰囲気に実家に帰ったような安心感があった。ちょうどよかったわよ。早く早くお風呂に行ってごらん。するとそこには、まなみちゃんがニコニコ話しながら、ママ、風呂上がりはアイスだよ。銭湯では常識だよ。そう言いながら、隣の女性に髪の毛を洗ってもらっていた。まなみちゃんは私に気づくと、満面の笑みで横にいる母親に、ママ、このお姉さんだよ。まなみのお友達なんだ。そう言って私のことを紹介してくれた。まなみちゃんのママは私の方を見て頭を下げた。こんな格好ですみません。その節は娘が大変お世話になったようで、本当にありがとうございます。確かに初対面が裸の付き合いとはお互いちょっと笑ってしまった。まなみちゃんのママは介護のお仕事をしていて、夜勤をすることが多かったそうだ。たまたまシフトが変わって8時ごろ家に帰ったら、まなみが家にいないもので私びっくりしてしまって、夫から話を聞いたら、義母の面会の間は近くの銭湯に行かせているっていうものですから、いくら近いからって、まなみを一人で行かせるなんてって夫を叱ったんです。その後、夜勤を減らして夜はまなみと一緒に家で過ごすようにしました。まなみちゃんのママは情けなそうに笑った。私はあの優しそうなパパがまなみちゃんのママに責められて恐縮している姿が目に浮かんだ。今日はお祭りなので銭湯でもお菓子がもらえるんですって。それでまなみが久しぶりに行きたいというものですから、私初めて来たんですけど、ここの皆さんがまなみのことをとても可愛がってくれて、本当に素敵な場所ですね。まなみちゃんは湯船から幸せそうに私たちを見ていた。お姉ちゃん、お風呂上がりに一緒にアイス食べようよ。まなみちゃんの元気な声に私は嬉しくなって。オッケー。今日はお姉さんがまなみちゃんにおごっちゃおう。謙遜するママをよそに、私とまなみちゃんは盛り上がった。その日の脱衣所は、お菓子目当ての家族連れもいて、賑やかで楽しかった。私たちが盛り上がっていると、バンダイさんがまなみちゃんのママに目でチラチラ合図をしていた。あ、パパのこと忘れてた。まなみちゃんはそう叫ぶと、走って脱衣所を出て行った。パパもアイス食べて待ってて。今まなみはお友達とお話ししてるんだ。だからちょっと待っててね。はしゃいでパパに話すまなみちゃんの声が聞こえた。そのやりとりからはまなみちゃんとパパがとてもいい関係だということがよく伝わってきた。あら、隣町の花火が見える。というバンダイさんの声がした。それを聞きつけて、皆一斉に身支度をして外に出た。外にいたまなみちゃんのパパは、私に小さく会釈した。お姉ちゃんも一緒に見よう。まなみちゃんに手を引かれて、外に出て空を見上げると、少し遠くの空で、大きな菊の形の割り物の花火が、ドーンと弾けながら上がった。三人仲良く揃って花火を見上げるまなみちゃんの家族は、誰が見ても仲のいい本当の家族に見えた。それから私は、たまに銭湯で出会うまなみちゃん家族の幸せそうな笑顔を見ると、体も心も温まって、とても幸せな気持ちになった。